るこの町は家康公が生まれた町。徳川ゆかりのスポットをはじめ歴史を感じる見どころがたくさん。今も変わらぬ三河の中心地は伝統と新しさが共に息づく雰囲気が魅力。町を流れる音川は岡崎らしさが詰まった場所。春の桜に夏の花火、キャンプにイベント、川遊び、にぎわいと憩いの空間は私のお気に入り。私の住んでるこの町は美味しい楽しいがあふれる町。八丁味噌は岡崎生まれ。この深い味わいがたまらない。味にこだわる岡崎グルメはここにしかない美味しさで心もお腹も大満足。休日の遊び場は親子の笑顔でいっぱい。動物園に遊園地、自然環境にも恵まれ美しい四季も楽しめちゃう。子育て支援や教育にも力を入れる子育て世代に嬉しい町。私の住んでるこの町は暮らしやすさが自慢の町。かかりつけから急病まで地域完結の医療体制、福祉や防災、防犯、健康で安心して過ごせるって何よりも大切。商業施設や交通も便利で日々の買い物やお出かけも快適。文化、芸術、スポーツ、音楽、さまざまな活動を支える施設。生きがいのある暮らしが心の豊かさを育みます。私の住んでるこの町は明るい未来を描く町。ものづくりをはじめ地域に根ざした産業、受け継がれる匠の技、新たな技術、分野を超えてつながり生み出される町の活気。暮らす人、働く人、訪れる人、町に関わるすべての人がこの町の魅力。つながり、交わり、作り出される未来。この先もずっとこの町で一緒に進もう。岡崎。